ミニチュアブルテリアは、イギリスのイングランド原産のネズミ狩り用の犬種である。ミニブルの愛称でも親しまれていて、日本でも人気がある。その名の通りブルテリアを19世紀に小型化して作られた犬種である。小型化の理由は、ペット用として飼育するためではなく、ギャンブルが絡んだ刀剣やネズミ狩りゲームに使う、大穴にするためであった。そのため、作出当初は、 元々のブルテリアの眠毛な性格を残したまま、サイズを縮小したため扱いにくく、極端な小型化のせいで虚弱になってしまい、一時人気が落ちで絶滅寸前まで追いやられてしまった時期もあった。しかし、愛好家の手によって、サイズの規制を緩和されたり、凶暴な性格を取り除く改善が行われて、イノシツが向上し、ペットとして生まれ変わって、世界中で人気のある犬種になった。 日本でも毎年登録されていて、根強い人気を持っている。ブルテリアと容姿は同じだが、それよりもややおとなしく賢く人懐っこい。立ち耳、タレオで、首が太く頭は卵型で、目はアーモンド型である。ショートコートで、毛色はホワイトもしくは、ホワイト地に、夕食のブチ。体高25から36センチメートル、体重7から15キログラムの中型犬。しかし、 残念ながら、日本では、体高が36センチメートルを上回る個体が、多い。筋肉量は、全犬種の中で最も多く、全犬種の体重を一律に揃えたら、顎の力も一番強い。遺伝的に、水晶体脱球による失明が起こりやすい。水晶体脱球は洗濯後輩で簡単に回避、できるため、子犬を迎える際はブリーダーに、 親犬の DNA 検査結果を求めるのが、懸命である。国や地域によっては、危険犬種として登録されており、興奮しやすく力も強いが、きちんとした管理と、しつけや刀犬種の飼育経験があれば、飼育はそれほど難しくはない。皮膚が弱く、アトピー性皮膚炎などの皮膚疾患を患う個体が多いのも特徴。ありがとうございます。